今宵もあなたとスナック稽古始まります。よろしくお願いします。今日は、このすぐ近くにある鳥越神社でお祭り中なんですよ。もうここのスタジオからすぐ見えるんですけど、そうすごい ね、そうそう、ちょっとね画像は今見れない。もうちょうどね多分9時前ぐらいに終わって、9時ちょうどに終わったのかな。だから私たち準備中の時は結構これです、これです、はい、そう盛り上がってて、今もうなんか出店もそろそろね、まだ買えるみたいですけどって感じになっております。もうあれだね、規制をこれから解除しますみたいなアナウンスして、そうすごかった。浅草橋降りたらさ、ふんどしの人がいっぱいいて、なんかさ、おっさんのお尻を見ながらお尻って思います。今日はすごい混んでましたよ。お尻でですね、ゆきおさんも、ありがとうございます、はい、ゆきおさんも今日車で来て止めるのが大変だったんですけど、はい、で今日は初登場のゆきおさんです。小林ゆきおさんです。よろしくお願いします。まず乾杯ですね。乾杯で、はい、ありがとうございます、はい、みんなはソフトドリンクですが、はい、乾杯。初ご出演おめでとうございます。はい、ということで小林幸男さんはどういう人かというと、アンジーザキャッツキャットっていうカバンメーカーの社長さんです、はい、代表です、はい、そしてデザイナーもされております。今日もねバッグを持ってきていただいてるんです。みやちゃんのバッグの場合、あっちかだって下ネタっていうか、下ネタが書いてあるバッグ見てもらいたかった、見てもらいたかった。ちなみにあれですよ、ちょっとブランドのイメージを傷つけるような下ネタを控えて、この後2週間後に YouTube になって未来永劫残ります。ピンク色のカバンなんですけども、はい、じゃあまずは、ベースプレイヤー、ドゥイベターって書いてあるよ。誰もわかんないだろう。まずは、はい、じゃあゆきおさんの、ちゃんと売っている、はい、これだけじゃないんですよ、でもこれはうちのなんか限定で、あ、すげえ、はい、でさ、文字にして、はい、どうなの。これね、ベースプレイヤー見えますか、あ、でも9時過ぎたから大人の時間だから大丈夫かな、はい、あんまり深く意味を詮索しないように、はいはい、とても使い心地が良くて、触り心地が良くて、あれですね、あ、そう、ゆきおさんのロゴを出していただいた、アンジーザキャット、僕の手書きです、はい、手書きでこれをもういいや持っています。でも分かる人には分かるネタということで、これはもう大人の時間なので、後でじっくりと生で、上品なブランドです。だってもうお客さんはもうほぼほぼ女性ですよね。そうですね、9割9分、9割9分で でも男の人も多いですよね。ゆきおさんのあのバッグめっちゃかっこよくて、これは男性もみんな男の人ですよね。でもこんな感じ、めっちゃ高い、はい、さらっと金額いくら、これはクロコダイルだったから限定品なんですけど、はい、120万で、わお、でもわお、もう絶対嫌なブランドだよ。いやでもお財布とかは5万円ぐらい、もっと安いです、もっと安い、3万前後ぐらいです、でもあれですよね、他の例えば何ビトンなら何なのっていうブランドで買うと、ね、まあなんかいろいろなものがついて、まあ一応もう14年か5年やってるブランドなんですけど、ルイ・ヴィトンとかグッチがライバルだって言ってやってるんですけど、会社の大きさじゃなくてバッグそのものを、ね、質がね、並べた時には、うちの方がちょっといいんじゃないっていうふうに思ってもらえるようなのを目指してやっております、このロゴが今右下に出ているこの猫ちゃんのロゴ、このマークでこんな長くやると思ってなかったんですけど、中がね見えるかな、私ももうなんかこの中がね、オレンジ色の裏地が可愛いよね、オレンジなのがすごく好きで、その黒いカバンもオレンジ色なんですか。もちろんです。だからオレンジなのがね特徴ですよね。ブランドカラーがオレンジなんで。はい、でさっきちらっと聞いたのはオレンジ色のカバンが一番
人気がある。あ、そうなんだ。あ、それは楽天で、うん、売れてるシリーズがあって、うん、で6色あるんですけど、一番売れるのはオレンジだっていう話を、うん、まあ、っていうか、オレンジを あそこまでパッツリしたオレンジを出せるのってなかなか難しい、うん、皮で、うん、だからいつもなんか持ってると普通なんか焦っちゃう、うん、私オレンジ好き、うん、オレンジとか赤好きだから原色好きじゃん、うん、だけどなんかオレンジすぐ焦っていっちゃう、うん、そうですね、そこら辺川谷さんに色が落ちないようにお願いしてそのとこがあって、そういう話、うん、もういいよ、話もだって行きたいね、行きたい、ありがとうございました、うん、なんかね、いや、どうせ買うんだったらさ、うん、ちょっとやっぱりさ長持ちしたいじゃん、うん、そうそうそう、貧乏症だから、やっぱそういうのを目指しますよね、うん、そう、色がさなんか焦っていっちゃうのってどうしてもなんかやっ使えるんだけど、色焦っていっちゃうのちょっとさ気分が下がるじゃん、ね、なんか持っててさ、うん、あと私ね、色褪せちゃうなって思うとなかなかね持ち出せなくなっちゃって家で飾っちゃったりみたいな、そういうのもある、うん、そう、男もね、うん、男飾っちゃう、男飾ってもしょうがない、男は外に出て稼いでいくほしい、うん、男は外に出てほしいわ、うん、お店って、はい、場所、お店の、うん、JR の駒込から4分か5分歩いたところです、だけれど、駒込？駒込、有名なみんなが降りる駒込です。降りたことないよ。大学生結構あるのか。俺も降りたことなかったの。頭いい人は降りるね。頭いい人は降りる駅なの。そうでもないよ。そうでもない。駒込、そう。地図だ。はい、地図だ、うん、そうです、おお、あ、出してくれた、あそこだ。そうそう、あそこら辺です。うん、あそこら辺。うん、そばにあるのが陸義園です、ね、うん、あ、陸義園、高校生の時はね、デッドスポットでした、デッド、うん、なんであれだったから、陰キャだったからデッドスポットって、ね、デッドスポットがだから霊園とか公園とか美術館とか好きだったんだ、うん、好きだった、そは初めて告白された場所だって、うん、青山霊園、ね、夏目漱石のお墓の前で告白された高校生の陸義園で渋すぎ、そうそうそう、池の鯉を見ながら、そう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 、カメとか綺麗ですねって言いながらそれ次は綺麗ですみたいな、そうそう、短歌とか送られてきた、そうそう、イニシエの恋文、恋文が高校生の時に送られてくる女子高生、恋が加えてきた恋文、そうなんですよ、そんな高校生時代、私、なんかインテリな感じで、楽しそうだね、インテリなインキャが、インテリなインキャでした、羨ましい、ヒッピーとお家で、そうそう、じゃあそんな、そんなね、私はそんなインキャでしたけども、ゆきおさんは陽キャ明るいキャラクターでヒッピーだったっていう、まあ、私はヒッキーとヒッピーの違いがよく分かってないんだまあね、ヒッピーの話はヒッピーの話に見つけましょうか、そう、まあ、そう、30年ぐらい前にヒッピーが集まるちっちゃい島に6年ぐらい住んでて、うん、その島は行っていいんだったら、どなんていう本当の島は、ね、ボラカイ島っていう島なんですよ、ちっちゃい島なんですけど、うん、何語？ボラカイ島、言語ってそこはね、第二国語は英語の人たちが結構集まったんですよ、イタリア人とかフレンチとかね、ドイツ人とか、ヨーロッパのやつらが多くて、で日本人は僕ほとんど一人だったんですよ、もう自由でね、まあ要は自分の国が嫌で自由を求めて出てくる、スナフキみたいな、え、スナフキ、スナフキって陰キャじゃん、あ、陰キャか、はい、そういうところに6年も住んだからちょっと頭がね、自由なんですよ、自由って、ゆきおさんは、はい、うん、ありがとうそう、え、島全体でどれくらいの人が住んでるの、多分ね、僕がいた頃は現地の人、もともとそこに住んでた人と同じくらいの数、外国人が住んでたと思う、で、もうみんなもうそういうノリなんですよ、ヒップも長髪、髪の毛こんな、なんていうの、はい、で、みんなもう裸で生活してる感じ、靴も履いてなくて、ガスも水道も電気もないとこだったのね、じゃどうすんの、こう火を起こすときこうやってやるのかって、そうそう、うちの俺の奥さんはそこの生まれの人なのね、
子供の時本当すごいよ。本当すごいんだよ。すごい本当に。うん、でそう目の前でほら取れた魚を食べて、うん、で野菜もほらトロピカルだから、うん、トロピカルのフルーツいくらでもあるよ、ね。うん、お金がかんなかったんだよね、うん、多分な。そこにヨーロッパの奴らが入ってきて、うん、で今までヤシのね、ジュース、ヤシの水を飲んで、うん、ココナッツのお水を飲んでたのが、うん、今度コカ・コーラを飲んでる奴らを見て、でそこにこうお金ってのが必要なんだって。だから本当は島の人たちにとってはそれ不幸だったんだけど、うん、まあ、不幸だよね。今もう観光地になっちゃってる、うん、今行っても面白くないから。俺はね、今行っても裸で過ごせない。今ね、もうね、20年近く前に俺、うん、ちょっと遊びたの、うん、で俺裸足歩いたの、うん、そしたら昔の友達がイタリア人の友達がね、うん、雪を今頃ね裸足歩いてるのお前だけだよって俺本当にさお前裏切り者って。いや俺だけじゃない、みんなもうそういう、うん、10年でじゃあだいぶ変わっちゃったんですね。もうすごい変わっちゃったね、うん、残念だよね、うん、観光地化されるってのはそういうことだよね、うん。ゆきおさんはいくつからいくつぐらいの時にそこに28からね、うん、63までいたんだよね。え、割とつい最近まで。 63? あ、63、あ、違う、いくつだ、28から33だ、うん、あー、びっくり。だいまだ63になってないからね。びっくりした、びっくりした。なんか何言ってるか分かんなくなるんだよ。その時にあのゆきおさんが今はカバン屋さんなんですけど、その時はその日本料理、その時はね、食ってかなきゃいけないから、うん、あの俺は日本料理屋だったの、経験があったから、うんうん、信じられないかもしれない、信じられなかったよ、会社切り料理屋をやったんで、うん、本当なんだよ、うん、いやでもでそんな島で例えばその何醤油でも味噌でも何でもその日本の調味料とかさ、うん、豆腐にしても何にしてもさ、懐石料理をやるにあたっての材料ってさ、うん、それはね醤油がまず、うん、マニラまで行くとフィリピンなのね、ボラカイ島って、マニラでオーストラリア産のキクオマンが売ってるわけで、味噌はマニラでなぜか味噌作ってんのよ、白味噌、うん、多分戦時中日本の兵隊さんとか持ってったんじゃない。あと納豆もあったし、納豆は使わなかったけど、うんうん、あとカツオ、魚介類はほら目の前の、うん、目の前が海だからいくらでも入るでしょ、うんうんうん、で器だけは懐石料理っぽいものをね、うん、妹に送ってもらったのね、うん、なんともう助かりました。うん、で懐石料理、うん、そう、新聞かなんか載ってたじゃないですか、新聞か雑誌か、うん、新聞か雑誌に載ってません。結構ねその頃日本の雑誌には載ったのよ、うん、あの観光雑誌とか、うん、ガリバーっていう本なんか 3,4 ページなんか咲いて、全部残ってないよね。要するになんかなくしたいよね、うん、でお店に行った時に私ちょっと見せてもらって、あれはガイドブック、ガイドブックか、旅行のガイドブック、そうそうそう、あれいいっす、残ってる、うん、アンジーザキャットさん、あの文京区のところにお店に行けばそれが見られる。見なくていいよそんなの。むしろあれだもんね、みんなさ、うん、カバンを買いに行ってんだから、うん、飲みに行ってんだか分かんない状態になってて、うん、そうそうそう、お店に行くのさ、あのね、そう、それはねもうやめようと思うんだけど、でもお客さんがシャンパンとか持ってくると、うん、飲んじゃうよ、うん、あれは良くないんだもん。うん、懐石料理、うん、それ前にも、料理はしていた。あのね、あの大学付属の高校行ったんだけど、大学も行きたくなくて、うん、というか、あの全学年僕だけだったら行かないの。で明治記念館ってあるじゃないですか、あそこの和食に入ったの、うん、でそこに3年ぐらいいて、うん、でその後下田プリンスの和食にいたのね。とほら全部で 5年ぐらいやったのかな、うん、とほらちょっとできるようになるじゃん、はいはい、適当なんだけどね、うん、婚礼料理とほらホテルの料理ちょっとあれにすると懐石っぽくなるじゃん、うん、なるほど、そんなノリ、はい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 、でそこで修行をしてボラカイ島でお店開いて、うん、まあ、うん、成り行きでね、うんうん、婚礼料理をやってボラカイ島に行って奥さんとも婚姻したみたいな。奥さんと結婚したから、うん、ほら向こうの家族にちゃんとやらせたってとこ見せなきゃなんだよね、うんうんうん、で日本料理やったって初め15万ぐらいで始めた店なんだよ、でもそれであの結構なんとちゃんとやって、うん、あのその稼いだお金で日本に観光旅行行ったりとかさ、うん、できるぐらいだったから結構流行ったんだよね、うん、今のね、すごいね。
でももうそれをじゃあ、何年で切り上げて、うん、何年間ぐらいで切り上げたんですか？4年半ぐらいやったのかな。4年半で切り上げて日本に戻って奥さんと一緒に、そう、東京に帰ってきて、うん、飽きたんだよね出たよ飽きるんだよ。単純な理由で分かりやすいよ飽きるじゃん。だってね、朝起きてね、うん、あのビール飲んで、うん、ハンモックで、ね、こうまじゃねえ、そういうの朝子供がウリンくるんだよ、はいはいはい、子供がタバコより安いぐらい、はいはいはい、もう日本でそういうのは絶対やっちゃいけないんだけど、うん、あの文化の一つだからね。まあね、警察もやっちゃうからね。でね、でね、でもう飽きるんだよそういうのは。俺はやっぱ、ね、東京で生まれて、うん、アクセク働く方が向いてんだな。本当ですか？そんなこと思った時あった？もう本当思ったよね。飽きたんだよ、うん、まあでも東京でも飲んでるけどねって話だけど、うん、同じ気持ちの店やってるからね、うん、でじゃあ、戻ってきたのがおいくつの時ですか？34ぐらいかな。でそこからアンジーザキャットを始めた。やる前に、うん、あのね、2年間ぐらいで、ね、うん、10回ぐらい仕事変えたんで、実を言うと、勤めて、うん、勤めに行こうと思ったの。勤めて、サラリーマンみたいなのなろうと思った。勤めてみようと思ったんだけど、やっぱ向かないんだよね、うんうん、向かないよ。で、まだほら、だってさ、今までさ、だって裸でさ、うん、歩いてたんだよ。ヒッピーだったんだよ。ヒッピーじゃなくてヒッピーなんだよ。暑いところで裸で暮らすじゃん。でね、あのラ族だから、そういう話になって、うん、なんかダメな俺を、いやいやいや、ラ族がそんなね、サラリーマンみたいなあんな背広着てね、やってられるかって話。無理だよ、背広。無理、それで、で会社員は向いてなかった。でほら、でまだ35、6だから、はいはい、なんか今からまだ若いんだから、今からでも違うことをゼロからやろうとかやっぱ思うじゃん、うんうん、でたまたまカバン屋さんの問屋さんに入ったのね。そこで営業やったわけよ、はいはい、で面白くてさ、うん、で2年ぐらい働いて、あ、これ自分でできるわと思って、うん、できるって思う、その思考回路がすごい、うん、で15万で始めた会社なんだけど、やっぱりもう27年やってます、ね、もういいよ、それやめよう。あ、まだ飽きてない、大丈夫。まだ飽きてない、すごいね。そうなんだ。あれ、じゃあインスタもちょっと見てみますか。さっきの、はい、いろんな商品とか、あ、ありがとうございます。さすがレディファースト、ありがとうございます。商品が出てきた。インスタが出てきてる。インスタ今、あのモデルさんがさ、やモテギさん、モデル？あ、モデルさんか。モデルさんがさ、モテギさん、いつも可愛い。うん、可愛いんだ。朝来るって言うんだけど、俺朝用事あるから。残念って言って。うん、この服もおしゃれだけどね。この子おしゃれなんだよね。そう、モデルでね、うん、お願いしたいぐらいだよね。お店の店内に。おしゃれだね。そう、おしゃれ。だから服とかね、いろいろなんかおしゃれな人がいっぱい来てて、うん。今何気にゆきおさんベース弾いてる写真やった。そう、ベース弾いて。あの場所でね。これあのね、大久保にあるカフェドルチェビート。あ、しかも動画だ。え、これちょっと動画で音聞いてもいいですか？これ大丈夫なの？ほら、なんか会社クビになっちゃうよ、このあれだよ。大丈夫だよ。大丈夫なの？うん、あ、なったの、うん、やめよって。はい。でもちゃんとベース弾いた、うん、ウッドベースも弾けるってことで、普段だったら私あれだもん、あのエレキを弾いてる姿しか見たことなかったから、初めウッドベースから始めたのよ、中学生の時。え、中学生？そう。吹奏楽？うん？吹奏楽部だった？違うよ。あのピーター・ポール&マリーって知ってる？分からん。知らない？いいや、めっちゃいいや。中学生でウッドベース？え、中学校の時、そう、ウッドベース、うん、で学校にあったんですか？え、学校にあったんですか？うん、そう、音楽の先生が内緒で1個くれたんだよ、うん、1個くれたってちょっと、うん、仲良しだったの。何言ってか分かんない。やばいけど今だったらダメだよね、くれたの。いい先生だね。そうなんだ。え、だってウッドベースでしょ。で中学生が家に持って帰るわけですよ、先生も一緒に運ぶの手伝ってくれた、家まで。準備室に5、6個あったんで、その時、うん、そして1個くれないって言ったら、いいわよって、捨てたことにするから。あ、来た。大久保のカフェドルチェビータっていうライブバーなんですけど、グランドピアノとかウッドベースが、ちょっともたついてるね。いやいや、久しぶりのウッドベースだからね。最近はゆきおさんウッドベースを弾きたくて、そうそう、大久保のカフェドルチェビータ来てくれて、壊れてんだよ、うん、
お店でちゃんとメンテナンスしてくれて、これいいよ、これすごい引きやすいやつよね、もういいよもう、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。で中学生でこんなだって、え、中学生の頃ってまだそまあまあちっちゃいでしょ。そうだよね、でこれはこれも身長以上だよね、うん、まあ、うん、俺のほら身長の問題もあるんだけどこれは日本で出回ってみんな4分の3サイズで、うん、ほら見てみこのおしゃれ、なんだよこの写真面白すぎるよ、うん、これ店の脇でモデルに、うん、ちょこういうポーズしてくれる、うん、足長さ、すげえよなこれ、ね、足長、柔らかい、すげえだよね、あれ柔らか、足の長さ、タグ付け足の長さ面白いギャグでやってるようにしか見えないね、うんうん、でもなんかあの、うん、なんだろう、ただ単純に宣伝っていうだけじゃなくて、ゆきおさんのその写真とかってあの一枚のもう芸術作品、よけみやちゃんなんていい女なんだ、しかもなんかほらだってさ、みやちゃんかっこいいなって俺がさっき何十回も言ったから、すごいだからあれもちょっと勉強しよう、うん、これは本当かっこいいでしょ、このバッグ、このカバン欲しいの、うん、赤いカバン欲しいの、これいくらでしたっけ、ドクターズバッグ28万かな、え、よっ、頑張れば買える、これモデルすごいでしょこの人、うん、パンクのお店やってんだよね、あ、この人もお店やってんですか、うん、マーシャルの上に乗ってるのが、うんうん、かっこいいな、うん、パンクのお店って、パンクのお店ってない、かっこいい、パンクのない、パンクのね、ネオパンクだね、本当のパンクじゃなくて、うん、真面目な人が、うんうん、身につけるパンクな服みたいな、あ、服、ちょっと言い方が違うかな、服屋さん、今日のパッパとかにすごい合いそうな、綺麗なパンク、うん、アパレルな感じの人、そう、メッパーパレル、そう、この人おしゃれなの、やっぱそういう店やってる、ちなみに私も若い頃アパレルだったんですよ、知ってる、知ってる、うん、そういう感じするよね、うんうん、え、髪の毛赤い写真あったよね、どっかに、え、赤じゃなかった、赤じゃない、多分赤じゃない、うん、いや、ないよ、あのピンクっぽいのあるけど、あ、そうだよね、うん、そうだよね、そうそうそう、ピンク似合うよね、ピンク似合ったんですよめっちゃ可愛い、うん、うちのさ、あのアンジーザキャットさ、うん、Google で検索するとさ出てくんだよ、私もあの一回お店遊び行った時に、うん、あのちょっとモデル写真がやらせてもらって、うんうん、でそれで私の写真出てくる、ピンク、ピンクの服着てるよな、上の方に、上の方に出てくる、そうそうだ、ね、いや 白い服だよ、白だっけ、でもなんかピンクに見えるね、うん、イメージが、うん、そうなんだ、うん、そうで、みんななんかこう、あのね、あのそのゆきおさんのお店を中心に、うん、例えばそのほら近所の人のさ、うん、コミュニティとかさ、あと、うん、それこそみんながさ、わーいって言ってあのお酒持って遊びに行っちゃうし、うん、なんかたまり場っぽい雰囲気もさ、でもね、そうでもないんだよ、うん、最近そうでもないかな、最近ちょっと改めようとしてる、そうそうそうでもあれだよね、まかないが美味しいからついついね、それはランチね、うん、ランチが豪華だもんね、すごい豪華だよね、だって、うん、そう、あれはね、どういうことか、俺が自分で食べたいのよ、うん、あのほら、うん、天安門バガイとかだと、うん、あんまり体に良くないじゃん、うん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 、あ、健康志向だからね、そうそう、なるほどね、そう、今ね、でもね、一人ね、がんの今、まあ、ちょっとがんやった人がいて、うん、で、あの、ナマコがね、がんを殺すって言うんで、その人の時はそう、ね、ナマコって海にいるの、そうそうそう、店でナマコ酢作るんだよナマコ丸で買ってきて、塩で揉むじゃん、はいはい、で切って、全部切ってから、ちゃんとあの、あ、すごい塩でもむのね、はい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 、でそれを酢で締めるのね、さすが元食えって言って、和食、でもちなみにあのお店はあくまでもカバ屋さんです、カバ屋さんです、カバ屋さんのまかないがこういうキッチンがあるのよ、うん、ま、な、ま、な、生子が出てくる、通称マジックキッチンっていうんだけど、うん、何が出てくるかさ、ゆきおさんがさ夜中に作ってる料理も私個人的に好きで、うんうん、しかもさ夜中になってさ、夜中になるとめっちゃ凝ってる、なんかすごい凝ってるさ、あれ酔っ払ってんだよ、ね、酔っ払ってるなと思いながら見てるよ私は、うん、すごい凝ってるさ料理をさ始めてさ、うん、酔っ払ってさ、うん、こんな凝ってるめんどくさいの作り始めたと思って、だいたい朝閉まったとか思うんだよな2時3時結構起きてますよね、夜中のね、2時3時ね、あれは違う、早く寝ても4時ぐらい目が覚めちゃう、うん、となんかね、キッチンで、うん、ごそごそやり始めるし、そうそう、あれは良くないね、だいたいそうで起きるのが10時ぐらいなんで、まあ、でもまあ10時だっていいけどさ、でもさ、うん、なんだけどカバン屋のさ、うん、キッチンでさ生腰見えてるのがめっちゃ面白くないだって ね、4時ぐらいに起きてとかね、うん、要は早く寝てあのよ、ね、4時ぐらいで起きてとかね、うん、それまたごそごそやってまた寝てってなってんだけど、うん、
そのお昼には生粉閉めてんでしょ、うん、面白い。生粉が売ってることがすごくない、ね、三ヶ島にさ、うん、すごい魚屋があるんだ。魚屋さんがあるんだ。大和水産っていうちゃん、うん、いろんなのがホヤよく食うのね、うん、ランチでホヤも売ってるのよ、ね、私ホヤ一回しか食べたことない。ほんと、うん、ホヤ好き。ホヤ食べたことないと思う、うん、私ホヤ一回食べたら居酒屋さんで、そしたらちょっと苦手になっちゃった。 あれさばき方が違ったんで、うん、あだからアンチセキャットにホヤを食べに行こう、食べに行こう。日本酒持って、日本酒持って、うん、ホヤも売っている 魚屋さんで。そこね。えで生粉も売っててホヤも売っている、うん、そう。そうなんすごいんだよ。ゆきおさんってあれでしたっけ、東北出身でしたっけ。俺は板橋の親。板橋の親出身だよ。そうか、ずっと東京か。俺親父、 あれだよな、親父が佐渡島でっていう話をしてあれだよ、ね、うん、そう、あれ浦和出身だよ、ね、私は浦和でもうずっと生まれも育ちも埼玉から出てないんですよ、うん、あ、そっか、うん、そうか、埼玉育ちですよ、うんうん、私もね結構東北出身ですかってよく聞かれるんで。あ、色の白さでも言われる。肌が綺麗だから、ありがとう、うん、うん、板橋出身も聞いた。板橋出身。みやちゃんは神奈川です。神奈川出身。神奈川って感じだよな。え、本当に横浜。いや、あのね、横浜ってあのざっくり言うと、うん、日本のこうざっくりになると横浜って言った方が分かりやすいんだけど、うん、基本的に相模原なんですね。あ、でも相模原受験生しかないので、うん、最近嘘。そう、なんかね、え、なんかあった最近。え、なんかいろいろ事件が、うん、割とね、相模原受験っていう、うん、あの相模原ってあの Google で検索すると事件とかね、うん、事件名がね、ざっと出てきちゃうからちょっとやめてって思うんだけど、そう、相撲と言われがちな相模原なんですけれど、うん、え、そう、え、なんかさ、魚屋さんとか、まあ、八百屋はうちは近所あるんだけど、魚屋さんって近所にもうなくなっちゃってて、うん、魚買おうと思うと、あのスーパーに行かないと。だいたい駆逐されちゃってるよね、大手にね。そう。で、しかも、ね、もうあのさばいてるのしかなくって、うん、あの注文してから切ってくれるとかそういうやつがないってこと。いや、むしろ そんなのもあった。あるよ、うん、スーパーで、ね、スーパーでもあるんだよ。魚コーナーに行くとやってくれるよ。え、それ、うん、その時はまず本体があって、うん、それをヘイマスターって言うと、うん、これじゃなんか何これって言って言うと、そうそう、刺身用に切ってとかね、ヘイマスターって言うと、あの何三枚おろしとか、なんかね、刺身にしたいとかなんとかって言うとやってくれたこと。だいたい朝早く行かなきゃダメなんだよな、夜はもうない。もうだってもう切り刻んじゃってんじゃん、すでに。え、そうなんだ、うん、そうなんだ、私、あの丸のまんまを見たことなくて、あの足がどれとか分かんなくて。そうですね。どっかいこだ。あのもうすでに切り身になってたら、切り身であれ泳いでると思ってる人。いや、それはないけど、それはないけど、あの切り身になってて、うん、あのこう演じるところと白いとどろの部分と、うん、あと油の乗り方とか大きさで、うん、あ、これは何の魚だって分かるんだけど、うん、あの皮じゃなくて、皮がもう本体がそのままいたら、うん、え、これ何の魚か分かんないって言って母親に投げかれた。もうこんな子になってしまったわ、うん、相模原ってさ、海に近くなかった。ね、そうだよね。シラスとか結構取れんじゃないの。ね、それはね、あの、うん、江戸島の方なんだけど、まあまあの海は近い、ね、海とか 、うん、川がね、あゆ釣りとかができるんだけど、わかんなくて。でも魚ってもうすでにこうパックになってて、これは何の料理用ですみたいなものしか最近なんか見なくて、魚さ今でもあるって。まあまあ、あるある。そうそう、下町だからかな、よくわかんないけど、誰が買いに来るの。何件もある主婦とかさ、え、主婦が買いに来るの。そう、うん、あのね、俺思うんだけどね、その魚屋さんがスーパーでは使ってないようなもん置いてんのよ。だからやっぱ差別化だよな。やっぱ大手が、大手にほらみんな口、あの、やれちゃってんじゃん。うん、だからやっぱり生き残る何かは、ちょっとまともなこと言い出してもらう。ヒッピーだし、そう、ヒッピーだし、ヒッピーちょっとね、そう語りがち、うん、え、そうなんだ。え、そうか、え、でも新鮮なのはいいよね。そうだよ。今の住んでるところの近所が、ヨドバシ青果市場っていう、うん、お野菜の市場のすぐ近くなので、うん、すごくこう野菜がめっちゃ新鮮で、うん、で毎朝そのなんかこう活気があるその横を通って、あの行くと、その
市場の中にこう食堂があったりとかして、うん、まあまあそれ美味しいんだけれど、うん、私も行ったとこ、あ、そう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 、うん、美味しいんだけど、うん、魚とか肉の新鮮なのって、うんうん、手に入んなくて、結局なんかオリンピックとか普通のなんかねスーパーで、うん、あそこ肉とかないんだ、ない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 、うん、あそこも野菜だけ、野菜だけ、うんうん、みやちゃんもよく料理、ね、投稿してて美味しそうだよね。そう、料理はしてるけど、でも大体切り刻み、私でも煮込んでもいるじゃん。あ、煮込んでる、煮込んでる、煮込んでる、マジみたいな、飛躍みたいな作ってる。煮込んでる。深夜に飛躍作ったり。俺さ、恵子ちゃんが一回さ、なんか、うん、なんだったかな、なんか肉かなんか煮たか、うん、なんかしたやつをさ、投稿したやつさ、うん、色がさ、なんかすごい、なんだっけ、デッドカラーっていうかさ、茶色くてさ、大根じゃなかった、大根だっけかな。で、俺なんか画像処理してさ、ちょっと綺麗に美味しく見えるように直したってコメント見た、あれ面白い、自分の、ね、料理をね、うん、めったに、そう、めったにないからね、素敵だなと思って、うん、でも、うん、料理の学校行ったね、私調理師免許持ってますからね、一時は調理師免許持ってます、腐ってますよ。調理師免許腐ってる。賞味期限が切れてる、だいぶ。でもあれ、一番得意な料理って何って、うんうん、あ、私ね、包丁研ぐのうまいから。本当、聞こ聞こ、なんか違うよな、今のは。真っ暗、うん、部屋真っ暗にしてね、ロウソク、ヤマンバです、ロウソク立ってな、2本こうやって間でこう、ロウソクここに立ってる、ここに、ここに。そんな調理師免許持ってますね。何をしてるかと思った、包丁に。そのエピソードめっちゃ怖い、怖いでしょ。気をつけなさいよ。私の周りの人間ども。私の悪口言ったら許さないわよ。研ぎた、研ぎたて包丁でぐっすり。よく、よく切れるからスパッといくわよ。三枚おろしとかされてんじゃん。やばい。千切りにしちゃうわよ。千切りになるまでいけさ、もうおかしい。いや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 。まあ、話がめっちゃそれたの。何の話してたよ。もともと、そうそう、ゆきおさんのカバンの話か、そう、あとベースの話、うん、ベースの話、うん、ベースの話をして、今ってあれですよね、駿河台下の、うんうん、フリージャム秋のところの、2週目かなんかに行ってる、うんとね、そう、たでもね、なかなかね、うん、なかなかかっこいい、最近俺ね、こうやって裸で、裸ベース、これね、うん、なんでこうかっていうと、ね、なんかいいね、上野なんだよこれ、で俺んちが上下から降りて数分じゃない、と一駅だよね電車、うんうん、多分でもこの時はタクシーで来てんだけど、うんうん、だケースの方が重いわけよ、うんうん、裸で持ってきた方がさ、うん、早いじゃん、とみんな なぜか驚くんだよ ね、 だね、確かに意味が分かんないんだよ、うん、俺はびっくりするよ、いや、うん、いや、ね、裸電球はね、よく聞くけど、裸ベースだからね。でこれをそのまんま、ちょっとじゃあ、何、上の、上のまでお願いしますって言って、そのまんまベースを持ってタクシー乗ったってことですか、うんうん、そうそうそう、それでタクシー乗ってたら、あんってなるよね。あんまりそうだね、俺、うん、電車にも乗ってっからね、これでね。一駅じゃん、かっこよすぎるよね。これはカバン、カバン代わりにベース持ってるってこと、うん、そうだよ、で、ワインをさ、そうだよじゃない、行くときはほら、うん、ワインみんなに振る舞いワインを2本とかさ、振る舞いだけ持ってんだ、手で持ってんので、肩にはベースをかけて電車に乗ってる感じだよね。え、それいつでも弾けますってことだよ、うん、もういつも弾くよね、いつでも弾けるし、いつでも飲めるし、うん、準備万端だね、歩きながら弾く。もう、着いたらすぐ弾けるよ、うん、もう用意よ、そうか、その姿はちょっとさ、遠目から見てみたくない、うん。コントラバスはでもそういうわけいかないよね、コントラバスは、ね、コントラバスはそういうわけ、ね、コントラバスは中学生の時は俺は自転車で乗ってコントラバス裸で持ったよ。いや、基本だって FG ホールあるでしょ、うん、あそこに指かけんのよ、うんうんうん、うん、とここで抱えられるんだよね、うん、で自転車も半分三角乗りだよね、え、でもさ、すっごい大きいでしょ、うん、でかいよ、慣れだね。すごいバランス感覚ないの、バランスなんだよ、人生はバランス、あ、確かにバランス感覚大事、タイミングとバランス、なるほどね、一番大事、そういうことだ、うん、あ、え、そう、え、でも自転車で、うん、でさ、普通だよ、
普通ではない、普通ではない。でそれを板橋でやってたところでしょ、うん、田舎じゃなくて板橋なんで、絶対有名になってる。20歳ぐらいの時のバンドの時もコントラバスの一緒にやった、うん、その時も持ってたからってチャリで大山まで行くの大山のなんだっけな、なんとかってスタジオまで、うん、家から。えそれはだから裸ベースで、そうコントラバスな、コントラバスを裸ベースで、そう、めちゃめちゃ面白いですね。なんかさ、あのちょっとさ、これ中空洞なので結構当たったらさすぐ傷ついちゃったり割れちゃったりとか。それはね、だからやっぱ大事に扱うよね自転車で持ってんのに裸で、そう、それで大事に扱ってる、ね、大事に扱う、それ絶対ぶつけないよねいやだってぶつけな、ゆきおさんがぶつけなくても誰かがあーって当たっちゃうかもしれないじゃん。そうそう、まあね、まあねみんなだけどさ怖いから避けてくんのにこうやってみたいな感じで、嘘、本当はね、うん、結構もう傷、うん、すごい傷だった本当に。だってさ、うん、あの自転車でそんなのがいたらみんなだからとりあえず、とりあえず避けるこうやってあんまりさそういうの気にしたことないんだよ。車だったらさあれ何ってなるわけじゃん、みたいになっちゃう。それはないよね。周りで事故いっぱい。周り事故を。あのあれだよ、あの今のベースほらね、あれだけどつい2、3日前もどっかでやった時に、うん、やっぱ裸で持ってて、もう私もゆきおさんといえば裸だなって思ってるもんね。どっちが裸か分かんない本人は本人は裸じゃないけど、あ、これオレンジの、これオレンジのコントラバスだよ。そう、綺麗なんで、壊れてるんだよね。そう、え、壊れてるって、え、じゃあドルチェまで持ってって裸で、直してもらえば、そうそう、裸でもちろんえドルチェにまで持ってったらメンテナンスしてくれんじゃないですか、うん、今度聞いてみてください。でも新しいの買った方が早いと思うよね。あら、そう、うん、え、そんなもん、え、高くないですか、だってこれね、もうその話やめない、長いから。中の昆虫ってのがあるんだけど、自分で昆虫の、あの棒があんのね、それ自分で直したんで倒れてたから、うん、で、それ弦張ったらちょっとひびが入っちゃったの、うん、まあ、自分で無理して直すからじゃないですか。そう、なんか大久保の、うん、近くにその弦楽器を直すあのお店とか、あとね、管楽器も直すお店がすごく多くて、多くて、なので、管か弦を持ってる人ものすごく多くて、あとなんか外国人が多いから半土のへそ出しの人も多い、うん、え、ヒッピー、もうね、ほぼなんかね、あの布がこう、布の面積が少ない人が大久保の駅にほぼいっぱいいる、ね、じゃあ大久保持ってくかもしれない、そう多分なんかもう ね、あの話題になるじゃん、もうなんか肉感、もうこう、もうそろそろね、あの大久保のホームの女性の肉感はね、半端ないね、もうムッチムッチしたの多くなる、あんまり興味ないねムチムチはあんまり好きじゃない、いや好きだけど、うん、好きだけどあんまりジロジロ見たりはしないよ、うん、なるほどね、チュッチュッみたいな、やっぱクールにね、そういう時は行かなきゃ人生はバランスだから、バランスだからね、見ても一瞬だね一瞬に凝縮してみるんだよ、ね、俺はね、うん、いや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 、もうなんかスナイパーみたいな感じで見る一瞬だよ、ずっとあれ、楽器はずっとベースばっかり、そうそう、ベースばっかり、うん、子供の時はね、三味線やってたよ、うん、あー似合う、なんかかっこいい、うん、親がほら民謡を教えてたからね、うん、先生だから、そうなんだ、うん、お母さん、うん、あ、親父、あ、お父さん、お父さん、じゃあ弦楽、え、三味線は弦3本ですよね、そうなんか人思い出したって、それ違う、読み線4本あったら三味線、三味線、弦3本から五味線大人になったら 4本になって、毛が生えてくると五味線なでもうそろそろで6本にはなんないんですよ、うん、そう、6本にはならない、ギターは手出す、うん、で手出さず、ずっとベース、え、ギターもやった、あの禁じられた遊びとか弾いてるし、うん、渋いな、それくらい、うん、それくらい、実際に禁じられた遊びしちゃってるけどね、いや、リアルの方が多いね、禁じられたと思ってないからそうか、あのほら、解放されてから、うん、だけど私チラッとさっき聞いたらゆきおさん、ゆきおさん叱られるの好きなんだって、叱られるの、叱られるの好きじゃないよ、違うんだよ、それは、それは違うの、違う、違う話、違う、あ、また違う、うん、あのね、じゃあ今度聞いてて、俺は会社は自分でやったけど、はいはいはい、上司が必要なタイプだって話をさっきした、あ、なるほど、ちゃんとなんていうの、そっかそっか、このプライベート的にこう、あの、そう、この人が見てからちゃんとやんなきゃってなんじゃん、あー、なるほどね、でもそういう人が必要なんだ、奥さんは割とガシガシ、うちの奥さんなんかもうほら
10分前だよ。うん、奥さんはガシガシ来る。あんまり気にしないね。うん、ああ、なるほどね。うん、じゃあそんなところなんですけど、あと10分なので、ちょっとみやちゃんね、もう紹介すらしてなかったよ。みやちゃん今日は、肩書きがちょっといつもと違うの。はい、あの遊び金発作に会社員みやでございます。はい、そんなあのみやちゃんのちょっと話題に移っていきましょうか。はい、じゃあ告知をいくつか写真を、うん、何でもいいです。あの、はい、じゃあ日付順にお願いします。はい、ですね、はい、これは私自身じゃないんですけども、私が、大切な涼花、涼花って会ったことない？あるよ。ある、そうそう、涼花、涼花、あの普段、マザーシップコネクションっていうところで、バンドをやってるんですけども、彼が新大久保の駅すぐのところクラブボイス、ね、分かりやすいところで言うと、大久保水族館っていうのがあったんです。大久保水族館のあの隣の隣のドアを開けたら、あのクラブボイスなんですけども、そこで6月27日ですね、第4火曜日かなに、あの定期的にセッションをまだスタートしたばっかりなんですけども、今回で4回目かな、なのでぜひぜひあのご参加いただきたいなと思っていて、でももちろん私もあの鍵盤とかドラム叩いたりとか、あとこの間はね一曲歌わせてもらった、うん、そう、ここでしか多分歌わないんですけど、はい、ということでやっているので、ぜひぜひあの私もリツイートしたりとか、シェアしたりとか、私も当日行きます。で、あの新大久保からすぐのところなので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、これは、クラブボイスで調べていただくと多分出てくると思います。はい、ありがとうございます。で、その前に私あれだ、16日、あ、これもですね、はい、はい、じゃあ、これあります、9月30日でいいんだっけ。その前にもなんかあれ何枚かなかったっけ。あるある、それですね。はい、私あの第3金曜日に駿河台下スタジオ、最寄り駅で言うならばお茶の水と、あとは、神保町の駅、都営新宿線の、神保町の駅からも、小川町からも歩けるし、あとは何だっけな、丸の内線の淡路町からも歩けるっていうところなんですけども、駿河台下スタジオで、第3金曜日19時半から歌謡曲とか、あとポップスもやっていまして、おなじみ陳年さんがベースで、ドラムのホストに、ペロさんっていう辻岡さんが入っていただいて、で私はまあなんかいろいろ鍵盤やったりなんだりやったりしています。でこちらはあの歌謡曲で、だいぶ譜面を用意しているので、来ていただいてその中からこれ、あのじゃあこれやりたいとか、中森明菜やりたいとか、あの聖子ちゃんやりたいとか、あとね、なんだっけな、水色の雨歌ってるの誰？大橋純子、違う。え、水色の雨歌ってるの誰？知らない。知らない。なんか、そう、いろいろ歌謡曲よりのものをやったりとかしてますので、ぜひぜひお越しください。と、あとは最後、すみません、9月30日の、歌謡曲研究ワークショップセッションも3回目。はい。ね、3回目できれば。2回目大成功。そう。うん、で、あとそれ動画、あ、動画じゃあちょっとお願いします。はい、で、あの9月30日にまたできることになりましたので、7月1日から曲を、オープンにして、この曲を課題曲にしましょうみたいなことでやっていこうと思っていますので、今回の様子を、はい、キャンディーズとか、あと、ピンクレディとか少年隊とか、こうグループでできるような曲をやったり、もちろん一人でやる曲とかもあるんですけど、今回あのグループでやったやつを中心に動画ちょっとまとめてみました。はい、かわいい。はいね、あのちゃんとみんな振り付けを覚えてこうやってやってるっていう、ね、しかもだってあれだもんね、衣装揃えてくれたの。そうそうそう、この真ん中の子は20代です、なんと。そう、うん、22かな、ぐらい。そうですね、そうですね。うん、ドラムを叩いてるのが、うん、王子さんというあの、うん、キャンディーズを本家でも、叩いておられた方で、私タッチを歌いました。
上がってるからね。あのステージいっぱいに人を立ってもらって、みんなで歌おうって言って、うん、春一番を。少年隊ピンクレディを男性がケイちゃん役が男性かな、うん、みーちゃんとケイちゃん、みーちゃん多分みーちゃんかも、え、歌ったよね、忘れちゃった、うん、ちゃんとでも覚えてきてくれたのが、うん、面白かったね、そうそうそう、ちゃんと踊って、そう、うん、でまた少年隊で、あ、後ろでみーちゃんがこれはしゃぎ、はしゃげております、はしゃぎながら弾いてます、うん、あ、左側のボーカルの人はここにも何回か出てきてくれてる、はい、トールさんですね、はい、うん、もうものすごく盛り上がりました、で今度は、9月30日にやります、で、7月1日から、うん、スタートしますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします、はい、はい、では、はい、それで、7月そう1日から課題曲も発表になったりとか、うん、あと、まあ、オンラインセミナーもどんどん始めていきますので、ぜひぜひ今度もね応募していただければと思いますので、うん、スナック稽古もしくは稽古さんのイベントページ、うん、もちろん私の方でも告知するんですけれども、ぜひぜひチェックしていっていただければと思います、で、はい、恵子さん次のイベントは何ですか、今週のイベントは、はい、今週は、うん、次が火曜日の、うん、カフェ大久保のさっきゆきおさんがベース弾いてた、うんうん、はい、大久保カフェドルチェビータでオープンマイクイベントで、うんうんうん、でその次は、私飲み会スナック稽古っていうただ飲む会っていうのを大塚の、バックビートでやってますので、ただ飲みたい人はそちらに来てください。でもあれだよね、ミュージシャンってどうしても楽器を持っちゃうから、うん、あんまりさ喋ってなかったりとかするんだよね、そうだからイベントでも来てくれるんだけど、うん、ほとんど喋ったことない人っていうのが多くて、うん、恵子さんと喋りたかったとかそういう人がいたんで、やっぱりそういう飲みただの飲み会っていうか懇親会的なスナック恵子としもべたちみたいなもんですよ、うん、いうのを下僕どもみたいな、うん、そうやってみようかなと思って、大塚でそれを、ね、お前らをみんな恵子にしてやろうか、うん、はい、やってみおります、うん、はい、で、その次が次は日曜日、あ違う、土曜日がなりますの、うん、ヒートアップっていうお料理がすごい、そうお店でビュッフェ付きで、オープンマイクだったりセッションみたいなバンド形式な感じでやったりっていうイベント、うんうん、ここがすごくね雰囲気的に今急上昇、うん、人気急上昇のお店で、しかもだってさビュッフェがさ、うん、1000円1000円で食べられるんだけど、めちゃめちゃ美味しいんですよ、うん、どういうことって話、本当本当個人的にマスターがイケメン、うん、あイケメン、そうでも私はアルフォートを裏切れない、うん、そうそう、でも元の プロミュージシャンで、あと楽器の販売もやってた方なんで、うん、もう本当詳しくてイケメンで、もうギターもめっちゃうまいっていう人で、料理もうまくて完璧な男性ですよ、です、うんうん、今はフリーって聞きましたけどね、よしアルフォート裏切る、そうそうそう、そう、うん、そんな感じですな、そんな感じで、はい、あとね第3月曜日は19日か、今月の6月19日は神楽坂にあるマッシュレコーズで、うん、北海道のシンガーソングライターの佐藤慎さんをお迎えして、セッション的なオープンマイクやりますので、ぜひミュージシャン、ボーカル、突発だね、もうね、うんうん、そう、新さんがここで出たいっていうのでちょっとやりますんで、ぜひぜひ、はい、はい、ぜひ心当たりのあるミュージシャンの方はぜひ神楽坂にいらっしゃってください、いいお店ですよ、はい、うん、いやもう、はい、今日もめっちゃ面白かった、すごい、ちょっと個人的にめっちゃ面白かったヒッピーといえば、うん、はい、ヒッピーね、まだ私ヒッピーの意味がよく分かってないんだけどね、これって方がいい、これって方がいいそうだから面白かった、やばいヒッピーの話題の時ミヤちゃんいないと困るわと思って私ヒッキーだからさ、いやいやいや面白すぎる、そうそうそう、はい、うん、ということで、次は次の放送いつだ、次はまた第4日曜日の9時から9時50分で、はい、今宵もあなたとスナック稽古をお届けします、はい、次回のゲストは誰なんでしょうか、はい、ということ で、はい、また来週、はい、2週間後もよろしくお願いします、ね、コロナもインフルエンザはないか、でも最近ちょっとね高熱が出る風邪が流行ってるようなので、うん、皆様どうぞお気をつけください、うん、
ということでまた、うん、ね、まあ、皆さん本当健康にお気をつけて、はいはい、私の周りはお酒で病んでる人が多いです。いっぱい飲んで、うん、本当に私は元気なんですけどね、本当皆さんお酒には注意してください、はい、うん、ということでまた今週も頑張りましょう。はい、今週も頑張りましょう。梅雨だけど頑張りましょう。ありがとうございます。また月曜日から頑張ってね。